今回は熟語の読み方につっていうのはそれぞれの漢字の音と訓を組み合わせて読み方が決まっていきますでいくつかパターンがあるのでそのパターンを見ていきたいと思いますまずは1つ目音と音の熟語2つの文字で考えていった時に音と音が連なっている熟語っていうのは例えばこんなものがあります例えば数学 これってそれぞれの漢字の音読み数と学が組み合わさって数学っていう読み方が決まっています他にも運動とか電話とか食品なんかも全部音と音が重なって熟語の読み方が決まっています次のパターン今度は「くん」と「くん」の熟語のパターンですこれ思いつくかな例えば長袖これ「長い」っていう「くん」読みと「 袖いう訓読みこれも「親」っていう訓読みと「指」っていう訓読みが連なっています,いとといいます青空もそうだね足音もそうですこういうふうに「訓」と「訓」が組み合わさった熟語っていうのもあります次のパターン次は音と「訓」の順で読み方が決まっているパターンこれ何十箱」読みと言いったりします。なん重箱」っ何で「十箱」読みっていうかって何うと、十箱」って バコっ,、ね、ってこれ箱から来てるけどこれは訓読みだよねなので音読みと訓読みがこの順で出てくる読み方の熟語を別名10箱読みといったりするんですこれ10箱の他にどんなものがあるかというと毎年これは音読みの「毎と訓読みの「年」が重なっています試合これは音読みの「死と 訓読みの愛が連なった形です。台所これも音読みの「台」と「ところ」「訓」読みがセットになって「台所」っていう読みが決まっていますこういうふうに音と「訓」がこの順で出てくるものを重箱読みと言いますそうすると最後のパターン今度は逆だね「訓」と「音」が出てくるパターンですこれは「湯桃読み」と読んだりしますこれもやっぱり「湯」ってお湯の「湯」だから訓読みだよね で通ってこれオケ、OK、っていう感じだけれどもこれはオ、OK、ケの音読みになりますなので「訓音の順で読みが出てくる場合それを「ゆとう」読みと言ったりします例えば例えば「雨まこれ「雨」っていう音が変わって「雨になっているけどこれ「訓読みですで下の「ぐ」っていうのは音読み「夕うも「夕っていう「訓読みと「半っていう音読みがセットになってます「強気もそうだね 強いって訓読みの強と木っていう音読みがセットになって強きと呼んでいますこういうふうなものがこれが熟語の読みのパターン4つなんだけれども最後に少し変わった読み方の紹介をしたいと思いますこれはそれぞれの漢字の読みに関係なく熟語全体に当てられた 熟字のことをく君とを言います。個別に漢字を読んでいくとその読みにはならないよというのがこの「熟字くん」です。例えばこんなものがあります。これ「梅の雨」って書いて何て読むか分かるかなこれは「梅雨」と読みます。これそれぞれが「つ」って読んだり「ゆ」って読んだりはしません。これ2つの漢字で合わせて「梅雨」という読み「熟字くん」があるんです。それから下 5月の雨と書いてこれ読めるでしょうか?「さみだれ」と読みます知らないと読めないよねこれも熟字く,くんですそれから小さい豆これは知ってるから小豆です小豆っていうのは小さい豆って書くんです最後この一番下石辺に流れるの右側と黄色これで「 と読みます。温泉の材料になっているあの臭い物質だねあれうと読みますこういう風にそれぞれの漢字の読みとは全く違ってこの熟語で一つの読み方訓読みが与えられている時それをくくんと言うんですここまで熟語の読み方を見ていきました。